ゴシゴシゴシ。あと5秒洗おう。1、2、3。あれ、ちゃんと数えられてたかな。洗えど洗えど洗えた気がしない。この漫画のタイトルは強迫性障害です。100人に2、3人がこの不安障害に悩まされています。そのうちの一人、愛知県瀬戸市に住む末広和馬さん28歳。駐車場で発見ボタンを押し、駐車券を受け取ると、これ人差し指は何で今立ててるんですか？これはあれですか、発見した時のボタンを押したからですね。発見ボタンを押した人差し指がハンドルに触れないよう注意しながら運転します。自宅の玄関先の階段には薬や郵便物などが置かれています。外から持って帰ってきたものには、ここに置くようにしていて、でそれはなんか僕の中で汚いっていうイメージにどうしてもなっちゃうので、ここに置いてあります。階段は半分外みたいな感覚。外から持ってきたものを汚いと感じ、リビングには置きたくないと言います。末広さんはリビングに入るとき必ず靴下を脱ぎます。今閉まっちゃったね。時には足でドアを開けることも。手よりも足の方 が靴下のままだったから、脱いだからそっちの中の中でまだ綺麗で。新型コロナの影響でさらに症状が悪化し、仕事も辞めました。そしてこれまで以上に手洗いがやめられなくなりました。末広さんに異変が起きたのは高校生の時。ウイルス全般に対し恐怖心を抱くようになりました。去年6月から毎月1回精神科に通っています。でワクチン2回打ったんですよ。1日で打って、でもう2週間とか経って、3週間経ってるんですけど、変わんないんですよね、その恐怖心というか。それはそのコロナに対する。そう、あ、なるほどですね。ウイルスが怖いっていうのの理由としては、もし自分が病気になったりして大事な予定がうまくこなせなかったら、なんかその日常とかが一気に崩れちゃうんじゃないかっていうのがあって、そこが怖いですね。コロナ禍になってから悪化したというか、恐怖が増した。強迫性障害とは不快な考えが頭に浮かび、それを振り払おうと過剰に行動を繰り返す不安障害の一つです。過剰に手洗いを繰り返し手が荒れることも。新型コロナの感染拡大以降、強迫性障害に悩まされる人が増えているといいます。強迫性障害の方は基本的にはやはりそれもでも 1.5 倍から2倍ぐらいの方は受診をされてますね。末広さんは外出できないほど症状が悪化しましたが、現在は歩いて買い物に行けるほどに回復。しかし人との距離を取るため
前から人が来ると反対側へ移動するだけでなく、後ろから人が近づいていないかが気になり、何度も後ろを振り返ります。100人に 2,3 人が発症する強迫性障害の漫画があります。鍵 OK、 コンセント OK、 外出前は家中の鍵やコンセントをしつこく確認し、スマホで撮る。こうすると外出先でも確認ができる。鍵かかってるかな。たまにドアノブを破壊する。作者の宮崎飛鳥さんも強迫性障害があり、自らの経験を漫画にしました。症状は他にも。こうしてズームにつながることもすごく怖いですね。ズームの URL のところにカーソルを置いてクリックをすることも怖いです。誤った場所をクリックしてウイルスに感染したらっていうのが多分怖いんだと思います。こうした症状はコロナ禍で悪化したといいます。一度治しまして、普通に生活ができるようになったんですけど、コロナのせいでまたぶり返してしまいまして。強迫性障害の患者や家族が集う場所が名古屋市にあります。月に1回互いの悩みを打ち明けます。一旦お風呂に入ると、まあ、大体平均して48時間出てこれない。一旦トイレに入ると5、6時間は出てこれない。今便座ってあったかいですよね。あれって5、6時間座ると低温やけどするんですってね。娘もご多分に漏れず低温やけど、私がその後ろを通ろうとしたんです。そうしたらもうまたここからもうとにかくもう動けなくなってしまった、うん、その通ったことによって歯ブラシをここから取ってここまでしたことのその確認がまた最初から始まったんですよね、きっと。自分一人で抱え込まないようにすることが大切だと専門家も指摘しています。対話をして共感してもらうってことは非常に大切なんですね。コロナ禍で控えなければいけないという風潮の中で、ご自身で症状を自己完結しようとしてしまって結果悪化してしまうと方はかなりおられますね。再び末広さん、版画を彫ったり絵を描いたりしています。外との接触を避けてきた日常から一歩踏み出すと決めました。コロナ禍で強迫性障害悪化して仕事できなくなって、僕なりにやりたいこととかできることをしようと思って展示もしようと思ったし、今年6月に個展を開催。ペン画や木版画などおよそ60点を展示しました。中でも思い入れの深い作品が、強迫性障害に悩む自身の経験に基づいた絵本です。怖さをどうしても発散したいときに、殴り書きとか言葉を乱雑に書いて、あとぐちゃぐちゃってやったりとか、そういう時のものをちょっと元にして作ったもので、本当に自分を救うための行為だけだったんですけど。会場には熱心に絵本のページをめくる女性の姿が。あるあるみたいなものもすごく感じて読んだときに、末広さんと似たような症状があるといいます。自分のことを許してあげてもいいのかなっていうのは思ったのと、心がこう癒されたっていうのかな、そういう感じがすごく、しました。
自分が苦しんできた経験が誰かの支えに。今のところ表現は続けていきたいなとは思ってますし、それがある種まあ病気との向き合い方の一つでも僕の中ではあったりするので、こういうことで苦しんでいる人もいるというのを知ってほしいなっていうのはありますね。